けかます？かましょう。いいよ。とりあえずかましょう。やったんです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 。お願いします。今日の曲は成人式の黒歴史、みんなで暴露してみた。インスタで集めたんですけど、はい、結構皆様黒歴史があるようで、あるようで、結構面白い内容がどんどん来ましたので、ちょっと発表していっちゃうかな。はいはいはい。じゃすいません、私ちょっとお腹空いてまして、弱ってる小鹿なんで食べながらちょっとやらせていただいてもいいですか？いいですか？ありがとうございます。いただきます。いただきます。目固まっちゃった。やだ、やる気ある。固めるよ、もう一回。チン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 。ちょっと入れたことなかった。ひどいよ。言った後にきついか。最低。やだ、最低。ということでね、私たち今食べながら黒歴史の話しようと思ったんですが、ちょあまりにも美味しすぎて、ちょっと気づいたらみたいな食べ物ってこと、うん、すいません。じゃあ引き続き、はい、よろしくお願いします。この度成人を迎えた皆様、おめでとうございます。おめでとうございます。どうだったかな、自分たちの成人式。3年前でしょ。そう、怖っ。え、3年も前あれ。え、今年24よ。え、やばくない？怖くなってきた。24とか結婚してると思ってたんだけど。それももうなんか子供とかいるんじゃないみたいな。いると思ってた。で、なんか週末はさ、なんかママさん同士でさ、なんかランチとかしてさ、泣かないでって。なんかコストコとか行ったりとかさ。だってまだランチばっかできるから。いける？ランチいけるね。はい、ランチ、ランチ、ランチ。早速本題に入りたいと思いまして、皆様の黒歴史ですね。いろいろちょっと聞いていきたいと思います。で、なんか足の毛めっちゃ生えて。反りない。反町隆史。それ反町隆史。誰反町隆史って。知らねえのか。できますね。はい、どうぞ。髪の毛真っ赤に染めて赤のスーツ着ていったら、その日からあだ名がトマトになったこと。成人式からトマトになっちゃった。トマトになっちゃった。かわいそう。かわいそう。今までの歴史がある中で、ね、成人式のそのたった1日でトマトになっちゃったので今でもずっとトマト。そう、トマト。成人式で酔いすぎて警察官に告白してた。告白。うまくいきました？え、それで今の奥さんだったらすごい。え、やばくない？え、ちょっと付き合ってください。飲みすぎ。付き合ってください。ね、冗談言ってんの。はい。急にエアコンがつき始めた。うちらのボケが寒かったんじゃないかって。ずっと思ってたかっけ。全然ななってさ、こうやってやるときさ、絶対こういうの。絶対立ってる。で、しかも、ピンチになってる。でもあれだよ、カラオケ行ったときにマイク持つときそれやめな。もう私やってる？やばくない？一回歌ってるって練習するね。やってるわ。これ嫌われる。やってるわ。一番うざい。マイクの持ち方。私も嫌いだもん、これやってる人。あ、最悪だ。何の話してたか忘れたね。はい。頭にバカみたいにでかいキティちゃんつけてきたこと。久しぶり。え、久しぶり。マジオーケー。どうしたの、そんな。え、ストーリー撮ってよ、ストーリー。あー、ストーリー撮るよ。そんなやつ、そうそういねえもん。私の着物姿を見た当時の彼氏がコウメ太夫みたいにつぶやいたこと。え、最低じゃない、この男。やだね。うーん、何すんの。白塗りってことじゃないかな。白塗りで、で、赤の着てたからね。振り袖やったからか。そうだと思う。ごめんね。ひどいね。でも、コウメ太夫もいい人だって、私あったけど。あったんだ。うん、いつあった。地元のガチのイオンに来て、あっちゃかちゃんちゃんちゃっちゃちゃんちゃん。いい人だった。いい人だったよ。背高かった。じゃんけん大会で地元が3位まで行ったんだけど、もう1位になれなくて、そう、決勝戦まで行ったんだけど負けちゃって、あら、ステージから降りてった。降りてった。優勝はコウメ太夫と握手だったんだ。大丈夫だ。一回首して。いいよ、これで終わりだから。変なもの見ちゃった。人の黒歴史って面白かった。みんな答えてくれた方ありがとうございました。ありがとうございました。いっぱい使わせていただきました。成人の皆さん、おめでとうございました。それでは皆さん、ごきげんよう。ごきげんよう。トゥルル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 。ピッチ違う。トゥルルですか。はい。トゥルルトゥルルトゥルル。ちょっとずれてる。トゥルルトゥルルトゥルル。